江別古墳群は北海道江別市にある群衆墳である。国の史跡に指定されている。日本にあるものの中では最も北に位置する古墳として知られる。古墳時代に古墳が盛んに作られたのは、紀内を中心として九州南部から東北南部にかけての一帯であるが、北海道内にもわずかながら古墳は現存している。ただし、それは古墳時代のものではなく、 江戸政党の盛んに行われた飛鳥時代、奈良時代、平安時代前半すなわち、律令時代に築造され、当時この地域で栄えていたと言われる、薩門文化前半の時期に相当する。北海道の古墳で、現在発見されているのは、江庭市、江別市及び、札幌市においてであり、中でも江別古墳群は最北端に位置している。 江別古墳群は、江別市元江別の旧豊平川の断球場にある。1931年に小学校の教師だった、後藤都市市によって発見された。当時の資料によれば、円墳二十数基が確認され、うち十六基について調査が行われた。以降、遺跡は、後藤遺跡と呼ばれてきた。1980年に高速道路関連の工事に、伴って、 再調査が実施され21機の古墳が確認されたが、その後北海道道110号江別インター線の工事によって3機が破壊された。1998年に江別古墳群の名称で国の史跡に指定された。江別古墳群は7世紀から9世紀頃に築かれたと考えられている。個々の古墳は直径3メートルから10メートル。 高さ0.3メートルから1メートルの円形、あるいは超円形の紛糾と、環状あるいは馬蹄形の宗教から構成されている。宗教の大きさは、直径8メートルから10メートルの大型のもの、5メートルから7メートルの中型のもの、5メートル以下の小型のものに区分される。もともとはもう少し高さがあったようであるが、現在は風雨によって侵食されている。 エベツ古墳群は、東北地方北部に分布する、末期古墳と似た構造を持ち、また古墳から出土したい物には、本州からもたらされたと思われる、水器、鉄属、通す、すき先などがあった。この墓の被葬者については、東北北部と交流を持った、北海道の有力者であるという説と、東北地方からの移住者という説の二つがある。いずれにしても、これらは、 当時の北海道と本州との交流を知る上で、貴重な遺物でもある。1934年千歳郡江庭村で、発見された、しげるり古墳群2011年4月北海道大学医学部用試線研究施設付近で、発見された古墳同盟の縄文時代の遺跡が、栃木市藤岡町津賀にある。 江別古墳群マイナス国指定文化財等データベース、北の古代史を探る、薩門文,文化苫小牧駒沢大学、駒大在学生応援、インターネット講座第4回北海道と、いぶり地方の古代史。ありがとうございます。